どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さい新しいウクレレでいろいろな曲を挑戦してみましょう。さあ、この間ですね、いい話を伺いまして、80を過ぎたおばあ様がですね、このウクレレでガズレレ YouTube で、懐かしの曲をちょっと弾いてるって話を伺いまして、これはね、嬉しいですね。はい。ガズレレが撮ってる昔の昭和の懐かしい、曲、ここにリンク貼っておくんで、もし興味ある方見に行ってください。その流れで本日は行きます。美空ひばりさんの東京キット。やった。この東京キット、いつものように2バージョンでガズレレバージョン、簡単バージョンでやりたいと思います。この曲、1950年のリリースですから、もう70年前ってことになりますけれども。もういい、ね、いいですよ、これは。ぜひ皆さん、あらゆる世代で歌いましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者さん。もうこれからスタートを切る、大先輩の方もこれ、なんとかいけると思いますよ。挑戦してください。初心者簡単バージョンを最初にやります。後半は、ちょっとリズムに乗ったかっこいいバージョン。2バージョンやりますよ。最後までご覧になってください。今回はですね、その美空ひばりさんということなんですけど、ちょっとシルバー世代の方とか、ウクレレおすすめですよ。弦4本しかない。簡単なんですよ。ほんで4つで弾いてやれば、すごく指も動かしてね、指も動かすし、歌も歌うんで、こう、すごく活性化して脳トレになって、ね、しかも昔のね、この思い入れのある曲を歌うってことでまた、気持ちがね、高ぶるじゃないですか。ぜひ始めていただきたいんですけど、簡単なんですよ。今ご覧になっている YouTube を見ながら、ゆっくりやれば、すぐできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんで、そのリンク先の初心者レッスンはここというところから、基礎を学びながら、どんどん進んでやってみましょう。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここクリックいってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこで音楽始めましょう。で、今ね、このご覧になってるガズレ YouTube もありとあらゆる音楽を、超簡単なウクレレレッスンアレンジにして、700曲ぐらいもアップロードしてます。皆さんの好きな曲絶対にあると思いますんで、そのさっきのリンク先の下の方に行くと、検索できたり、ジャンルボックス分かれてたりするんで、ぜひ、お気に入りの一曲探して、どんどんウクレレで音楽やりましょう。さあ、早速じゃあやってみましょう。まず、東京キット。美空ひばりさんの東京キットの、初心者向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりやってみます。 1,2,3,4 いたも楽しや東京キット粋でおしゃれでおばらかで左のポッケにゃチューンガム空を見たけりゃビルの屋根潜りたくなりゃマウンホール2番いきます。も楽しいや東京キッド泣くも笑うも東京キット、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。いいですね。右のポッケには夢があるとか、もう本当素晴らしいです。はい。で、テロップと一緒にね、こうゆっくり演奏していただくの、これ、すごくいいんです。それができるようになったらですね、ノートに書いて、そのノートを見て自分だけで歌う。やってみてください。
その時の参考になりますように、この私のノートを見ていただこうと思うんですけど、これですね、まあ、イントロって書いてあるじゃないですか。これはね、後半、これからやるかっこいいバージョンではイントロ弾きますけど、ちょっとここね、コードの数多くなっちゃうんで、これは、初心者バージョンではイントロカットしました。もちろん、そんなに難しいことはないんで、できるようになったら始めやってみてください。で、これね、1番、2番、コード進行全く一緒で、歌詞が変わってるだけでございます。まず1番からこう見ていただきましょう。はい。シンプルですよ、これは。本当に。はい。ゆっくり心を込めてこの歌詞の内容を噛み砕いてね、やっぱ歌うのがいいと思います。はい。ですかね。じゃあ、はい、ここ2番。コード進行はまるで一緒ですから。はい。歌詞が変わってきます。はい。一時停止でメモってくださいね。まあ、テロップと見合わせながらでもいいと思います。でですね、これコード、出てくるコードなんですけど、C と Am、F と Dm、G7 でございます。この5つで、5つで、今のシンプル簡単バージョンやってました。コード5つだけですよ。簡単なコード5つで、この東京キットができますので、やってみてくださいね。で、まぁ、ちょっとこれからもうね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、さっきも言ったんですけど、このイントロのところでちょっとコードがいろいろ出てくるんで、そのコードだけちょっとここで見ておきましょうか。まずこの D7 っていうコードですね。次 A7 っていうコード出てきます。じゃ、この F7 だけちょっと後で解説しますけれども、このね、1,2,3,4,5,6,7 これまで、あれなんですよ。ガズレレではもう基本中の基本のコードのグループの、こちらです。ガズレレ必須コードというコードのね、8個のコードのグループがあって、その中のこう7個なんですね。このガズレレ必須コードというのは一体何だという話になりますと、このウクレレで音楽を始めた時に、この8個のコードを覚えておくと、ものすごい便利なんですよ。もうほんとこれ便利で。たった8個で、ほとんど音楽カバーできます。8割、9割は。はい。まあもちろんそれだけじゃないんですけど、コードっていうのは本当星の数ほどあるんですけど、このウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードということですから、まず初心者の方、この8個は最優先で覚えていただきたいんですよ。ね、今日もこの8個のうちの7個覚えたらもうできるわけですからね。しかも、この簡単バージョンだったら5個ですから。はい。で、以前ね、その8個のコードをすごいわかりやすく解説している動画、私が撮っております。ここでコードのお勉強をしてください。8個のコードマスターするとすっごい楽しくなりますんで、おすすめでございます。で、今日注目のコードが1個あります。ここに書いてある、先ほどちょっと省いたんですけど、F7 っていうコードがあるんですけど、これはですね、ガズレレオリジナルの F7 という押さえ方なんです。ちょっとこれやってみますね。イントロで1回出てくるだけなんですけど、F っていうコードはこことここ押さえるんです。これが F なんですけど、F7 っていうのはここです。薬指でこの3弦の3フレット、ここを足したのを F7 と言っております。正確な F7、一般的なこれですよっていうのは、ここに1弦の3フレットがつくんですよ。はい。これが一応正しいとされてるんですけど、この小指やると指4本使うじゃないですか。これなかなかね、パッといけない方多いなってことで、この1弦を外してるのがガズレレ流の簡単 F7 の押さえ方で、こっちだったらすぐできると思います。で、じゃあこっから、かっこいいバージョンに入っていきたいと思うんですけども、ちょっとどんな感じでやろうかなと思うんですけど、全体的なリズムとしてはこのリズムです。ドン !8 ビートのチャットエリズムでこうノリを出していこうと思います。こんな感じです。これ8ビートのチャというリズムなんですけど、このリズムのやり方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろんな弾き方というページがありましてですね、その中から8ビートのチャという動画で、この弾き方、このリズムの取り方というかをね、マスターしていただきたいと思うんですけど、チャをやる前、チャっていうのはこの、これなんですよ。ジョン、チャ、ジョン、チャ。このチャが打楽器みたいな役目を果たすんですけど、その前にただの8ビートっていうのがあります。こうです。ジャン、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 ジャン。この、8ビートをマスターしてから8ビートのチャ。両方動画にありますんでね。順番を追ってやってみてください。で、この曲はですね、東京キット。リズムがですね、ちょっと跳ねてるシャッフルのリズムの方がいいと思います。シャッフルのリズムと普通のリズム。じゃあまず普通のリズム。ワン、ツー、スリー、フォー。これ普通ですよね。シャッフルのリズムっていうのは、タッタ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 って、こう、ルンルン気分で跳ねている。まあ、スイングしているという。この曲はちょっとジャズっぽい感じのね、原曲雰囲気がありますね。スイングジャズみたいな感じの雰囲気で、捉えるとよりいいと思います。そうそう、こうなりますね。チャッカ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 。歌も楽しい。こんな感じで のんびりとしたこういうふわふわ感がある、跳ねてるリズムでやってみましょう。で、このイントロなんですけど、イントロでは、見慣れないコードがちょっとさーっといっぱい続いてくるんで、びっくりして、ちょっとね、難しいと思う方は、歌から始めても十分、この曲の良さが伝わると思いますんで、8ビート、できる方は、はい、行きましょう。
気持ちよく歌っていきましょう。そんなことを踏まえながらですね、このちょっとスイングした、こう、ルンルン気分、ウキウキ気分で、昭和がこれから行くぞみたいなテンションでですね、これも令和はこれから行くぞみたいな感じで行ってみたいと思いますけれども、はい。じゃあ、美空ひばりさんの東京キッド、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる1950年の曲、あの頃の昭和、今の令和に置き換えてね、こう、パワーアップしてこうみたいな感じで、こう、エネルギーありますよね。これはやっぱり世代を超えてね、やっぱり一緒に歌える曲だと思いますんで、皆さん、弾ける方は、先輩と一緒にこう歌えるように、これ、伴奏してあげるのもこれ、いいと思いますよ。コミュニケーションツール、ウクレレってね、コミュニケーションツールなんですよ。人と人とをつなぐ。こんないい楽器、本当に。素晴らしいですね、ウクレレさん。皆さん。ね。ありがとうございます。どんどん楽しい音楽やりましょう。ありがとう。どんどんやってください。はい。そういうわけで、じゃあ、ガズレレホームページ、ドンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページには、いろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は、奈良に。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりって、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますんで、もしご予定あったら、6月15、16、イレンちゃんでディープに行きましょう。沖縄那覇、よろしくお願いします。はい。で、あと、東京都内ではこちらがあります。どーん、千人ガズレレアット代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼間でございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから、はい。で、リットミュージックのあの100曲入りの歌本も、今予約開始、5月30日発売です。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。